アナウンサー出身のタレント、パクシニョンの所属事務所が交通事故による死亡事故について公式的な立場を明らかにした。パクシニョンの所属事務所 IOK カンパニーは10日午後、死亡事故と関連して、被害者の方には謹んで個人のご冥福をお祈りし、遺族の皆さんに深い哀悼の意を表するとマスコミに報道資料を配布し明らかにした。以下、パクシニョンの所属事務所による公式立場全文。こんにちは。タレントパクシニョンの所属事務所 IOK カンパニーです。まず死亡事故と関連して、被害者の方には謹んで個人のご冥福をお祈りし、遺族の皆さんに深い哀悼の意を表します。10日午前、パクシニョンは自身の車両を運転して移動中、交差点で進入するバイクを全く発見できず衝突しました。被害者の方が事故直後、現場で救護措置を受けましたが、残念ながらお亡くなりになりました。パクシニョンは手続きにより、警察の調査を受け、その後帰宅処分されましたが、心身の衝撃が大きな状態です。まだ本事案に対する警察調査が明確に出ておらず、細部的な内容を明らかにすることができない点をご了承ください。この場をお借りして、今一度被害者ご遺族の皆様に、頭を下げて深い謝罪の言葉を申し上げます。愛する家族を失ったご遺族の皆さんのご傷心がどれだけ大きいか、到底推し量ることすらできませんが、心から深い哀悼の意を表します。謹んで個人のご冥福をお祈りいたします。ジェジュン、肋骨の骨折を報告。診断書も公開。脇腹がうずうずすると思って病院に行ったら。中国版プロデュース101、ファンらが投票権獲得のため大量購入した乳製品を親たちが廃棄する映像が物議に。番組は中止に追い込まれた状況。最近、中国では大食い動画などでの食べ残しが社会問題となっている。プロデュース48に出演した元 AKB48 竹内美優、MyStic ストーリーとの専属契約終了を YouTube で改めて報告。半年以上前から考えていたこと。自分の意思で事務所を出ることにした。グループのメンバー候補ではなくソロとして専属契約をした。現在決まっている今後の活動は YouTube のみ。